今回はこちら、東大対策。ここをどれだけ上げられるか、ここをどれだけ上げられるかにかかってくる。まあそういう感じだわ。熱交渉論術をいかに仕上げるか、ここが最大の合否につながってくる、そういうポイントだということです。だからこれめちゃめちゃ難しいダルンズに惑わされてはいけない小論術を。このチャンネルでは世界史に関して、受験勉強に関して、世界史に関する本、映画、小説、ニュースなどなど、世界史に関すること、受験勉強に関することをお話ししております。もしこの内容がいいなと思ったら、ぜひグッドボタンを押して、そしてさらにいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録をして、そして、意見、質問、感想等あれば、ぜひぜひコメントのところにトゥルトゥルトゥルとお書きください。ということですね、今回のテーマはこちら、東大対策ということで、まあちょっとね、何やろうかちょっともう本当に迷ったんですが、まあこのタイミングでやるのっていう感じなんだけど、だって今年東大受ける人はもう全部分かってますよね。なんで今更って感じはあるんですが、まあ、来年以降の受験生に向けて参考になればなということで、この話をしていこうかなというふうに思います。はい、ということですね、東大対策です。まずは配点から、東大国立なんで、共通テストがあって二次試験ですよね。で、共通テストは、東大は英国数社会に加えて理科もやらなきゃいけないということで、いっぱいやらなきゃいけない科目があるわけです。で、そして、素点としては900点、素点としては900点なんだけど、900点取ったものをギュッと圧縮して110点にし、そして2次で440点になる。トータル550点で勝負が決まるという感じです。で、そのうち2次試験の世界史は60点ってことになっています。はい、ということで、ここから何が言えるかというと、とにかく2次が大事だということです。だから共通テストでいい感じになって、よっしゃやったぜアハハって浮かれてると、2次でグワッて逆転される可能性もあるし、で、逆に共通テストがダメダメでも2次がめっちゃできれば普通に合格する可能性はあるわけですよ。なんで、2次めっちゃ頑張ってください。実際自分の知り合いとかでも70ちょいぐらいで、76% ぐらいで、それぐらいで合格した人いますからね。なんで、そんな感じで、いけるということです。ただ、とはいえ、85% 以上欲しいです。はい、なぜか、理由は2つ。1つは、足切りされると困るからですよね。で、そしてもう1つとしては、通過できる人が応援もできるから、だからそこでやっておきたいっていうところがあるということです。ただ、まあ実際にはね、足切りさえクリアしたらなんとかなる可能性は高いです。高いっていうか、あります。そして次、これ、バランスが大事です。そうなんですよ。もう結局、東大っていうのは、これ何した大学か分かってますよね。官僚を育てたい大学なんですよ、官僚。で、官僚っていうのは何か一つにぐわっと抜きに出てる必要はあんまりない。そうじゃなくて、仕事を平均的にできればいいんですよ。すべての内容を平均的にぶわっとできればいい。まあ、普通の人より高いレベルで平均的にこなせればいいわけですよ。なので、バランスが大事です。だから、なんか一つ苦手な科目があって、それを得意な科目で補おうっていうよりは、全体そこそこをよくできるぐらいの方が受かりやすいということです。で、そして、そんなことをを考えると、はい、多科目を考えると、全てバランスを考えるとですね、はい、世界史では60点中、2次の試験60点中、40点ぐらいは取ってほしいなというところになってきます。ちょっと書いておこうか。はい、40点以上を取るべきです。はい、っていう感じ。あ、ちなみに、これももう、東大を目指してる人であれば知ってるかもしれませんが、どこの学部が難しい、どこの学部が受かりやすい、受かりにくいっていうのは、年代によって違いますから、あんまりそれで山かけるのってあんまり良くないと思いますよ。自分が受けたい学部をそのまま受ける方がいいのじゃないかなと、いうふうに思いますけどね。はい、ということで、次行きましょう。じゃあ、具体的に世界史、どんな問題が出るのかです。こちらです。例年世界史の問題は大問3つです。大問1、2、3となってます。そして大問1が大論術。まあめちゃめちゃ有名な、非常に難しい大論術ですよ。500字とか600字近く。まあ昔はもうちょっと短い時もあったんだよね。大体最近は500字、600字とかですよね。っていう感じで、そして大問2が小論術。この小論術は100字とか200字ぐらいの論術がバーっといくつか出てくるって感じですね。で、そして最後は一問一答。大体一問一答が10問ある。っていう感じで、これはめちゃめちゃ簡単です。普通の次第とかと同じような感じの問題です。はい、ということで、この大問3つからなる問題をやらなきゃいけないんです。で、問題はレベル感もさることながら時間がないですよ。時間がない。東大の場合は社会2科目ですからね。世界史と地理か世界史と日本史、まあもちろん日本史と地理でもいいんだけど、まあいずれにせよ世界史となんかやらなきゃいけないんですよ。そうなってくると、で、しかもこれ150分なんでね。で、そうなってくると75分でこれを処理しなきゃいけないんですよ。で、それがなかなか難しい。だから時間との戦いですから、めちゃめちゃいい答案を書くっていうよりは、決められた時間の中に適切な答案を書くことが求められてる、そういうことですよ。まさに、官僚を養成する学校にふさわしい、そういう構成になってるということですよ。
でね、拝殿なんだけど、拝殿は謎です。謎。で、謎なんだけど、はい、大体こういう感じです。大体、寸大。寸大の東大模試は、大論図が30点で、小論図が20点で、一問一答が10点のことが多いです。で、河合の東大模試は、20、20、10のことが多いです。もちろん違う取りもありますよ。多いかなっていう感じなんですよ。で、そうなってくると、これ実際どうなってるかっていうと、多分、拝殿毎年違うんだと思います。つまり大論図がめっちゃ難しい時は大論図の拝殿が下がって一問一答の拝殿を上げてる。で逆に大論図が簡単な時はこれの拝殿を上げて一問一答の拝殿を下げてるみたいな、なんかそんな感じでなんか調整してんじゃないかなっていうのが本当の実際のところだと思います。でそしてその上で40点欲しい、60点中40点欲しいでしょ。で40点取るにはどういうふうに考えるかっていうと、これは満点取るでしょ、10、20でしょ。でそして大論述はこれ簡単な時だよね。ってことは3分の2ぐらい、20点ぐらい取ればいいかなと。でこっち難しい時だよね、10点ぐらい取ればいいかなって、そういう感じですよ。でそしてそうなってくると、ここで10点取れれば40なんだわ、これで10点取れれば40なんだわ。でも40は欲しいわけ、最低でも、最低でもっていうか、ここが合格ラインになってくるわけですよ。ってことは、42、43、44と欲しいわけですよ。ってことは、ここをどれだけ上げられるか、ここをどれだけ上げられるかにかかってくる。まあ、そういう感じだわ。ね。言うて一問一答簡単って言うけど、でも、一個ぐらいミスっちゃうかもしんない。ね。一個ぐらいミスっちゃうかもしんない。そうすると1点、2点減っていくわけですよ。で、それをここで補っていかなきゃいけないわけ。つまり、この小論術。この小論術をいかに仕上げるか、ここが最大の合否につながってくる、そういうポイントだということです。だからこのめちゃめちゃ難しい大論術にまず惑わされてはいけない。小論術をいかにクリアするか、いかにちゃんと書けるようにするか、そこが勝負だということです。はい。ということで、小論図しっかりできるようにしていってください。で、その小論図をしっかり対処するためには、まあ、普通の論図の勉強をして、で、そして普通に論図を何度も書いて、で、そして学校の先生に見てもらう、予備校の先生に見てもらうということが大事になってくるということです。そして、その上で大論図。まあ、言うて大論図もね、30点中20点、20点中10点欲しいわけですから、その対策はしっかりする必要があるよね。東大の大論図ってどういう感じかっていうと、一つの時代について幅広く聞いてくるか。例えば、モンゴルの時代の文化の伝播について書きましょうとか、ロシアが侵攻する時代の各地域の状況について書きましょうとか、あるいは一つの国についてめっちゃ長い歴史を聞いてくるとか、つまり中世から現代までのオランダの世界に与えた影響の変遷を書きなさいとか、まあなんかそんな感じで一つの時代について広い地域に聞いてくるか、一つの地域について、長い歴史について聞いてくるか、まあなんかそんな感じなんでね、要は縦か横でブワッとこう出してくるって、なんかそんな感じなんでね、ってことはかなりの考察力は要求されます。基礎知識がついているのは当たり前、その上で自分の中でそれを編集して、自分の中で教科書で学んだことを基礎的な話をパッと編集して、そしてそれを一つの文章に仕上げていく必要があるということでね。でしかも短い時間で、だから難易度は高いですよ。しかし深い知識が必要かっていうとそうではない。うん、一橋とかはね、なんか教科書レベル超えてるよ、受験のレベル超えてんじゃないかよみたいな知識も聞いてきたりするんだけど、ただそういうことはないです。だから基礎をしっかり身につけて自分の中で消化していること、まさに理解すること、そこが要求されるということです。はい、ということで、この大論図しっかり頑張ってください。まあ対策としてはあれだよね、いつも言ってるようにまずは小論図をしっかり書けるようにして、でその上で筑波やって、そして筑波の上で京大やって、そして京大よりさらに難しいのが東大ですから、なんかそんな感じでステップアップしていくといいですよって、そういう感じだよね。はい、そして最後にポイントについてお話をしておきたいと思います。そんな問題ですから教科書かなり大事です。教科書をしっかり読み込みましょう。ただ教科書読んでも分かんないっていう人も結構いると思うんですよ、東大を受けるにしてもね。でそういう人は別に教科書を精読して全部細かく見ていく必要はない。そうじゃなくて教科書は答案の見本、教科書の文章っていうのは過不足のない文章ですから、これが回答の見本みたいな感じである。こういう教科書の文章を書ければね、いい感じの点数が取れるということで、どこまで詳しく書いてどれぐらい省略していいのかっていうね、そういう見本目安にしてくれればいいかなっていう、そういうところです。でそしてそういう問題の性質上ハイレベルは不要です。だから資料集で覚え込むとか、あるいは小説世界史研究やるんだとか、そういうのはいらない、それは一つ星じゃないんで、それはいらないということです。でそして最後に
縦横の整理はしておくべきです、ね。一つの時代について幅広く聞いてくるとか、一つの地域について深く、聞いてくるとか、そういう問題ですから、縦横の整理はしっかりやっておくべきだということです。はい、ということですね、今回は東大の世界史についてお話をしていきました。何か質問、意見、感想等あれば、ぜひコメントのところにお書きください。ということで、以上です。終わり。ご苦労様でした。バイバイ。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価と、そしてチャンネル登録お願いします。わかりやすくて楽しい授業をモットーに世界史の授業動画も展開しているので、そっちの方もよかったら見てください。 Twitter とインスタもやってるので、そっちも登録してくれると嬉しいです。ということで以上、終わり。バイバイ。